ガートプレゼント長谷川名人の模型を見てなんぼです。緊急放送つっていいですか。そうですね今日はあまりに唐突だったんで、はい、というわけですね、今日今いるのは、はい、厚木にあるですね、京商さんの本社の、246サーキット道場の、お邪魔しております。道場ルート246、まあいいですか、ミニッツ屋内サーキット。そうですね、あの RC ガレージルート246というので、はい、にもお邪魔してますね、はい、で今日は長谷川さん何ですかテーマは。なんで僕がね、普段もう一番ラジコン苦手ですってこう宣言して私がここにいるかと言いますと、京商さんの方で今出てる元姉さんの方をちょっと、紹介させていただきたい。なんで私がいるかというと、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、ずいぶん昔の話になるんですけど、昔は私バイク雑誌の、ね、編集をやってまして、バイクにも乗ってました。今は折れてこんなお腹してますけれども、そういうのもありまして、やっぱりバイク乗りとしてはですね、ちょっと金銭に触れる部分が非常にある。今回はちょっとこれをね、紹介させていただこうというのと、このミニッツ元レーサーを使ってちょっとイベントをね、今モデラーさんが考える、それの告知をねちょっとやらせていただこう。はい、でそのミニッツ元レーサースケールは1/18。そうなんですよ。本格 RC で、まあ、ディテールもかなり、モデラーの立場から言わせていただくと、はい、このサイズのものが走るっていうのはやっぱ脅威なんですね。ですね。普通基本的にスケールモデルの方は走らないんで、まあ、ディテールとかそっちに、こだわっていくんですけれども、ディテールと、まあ、走りをある意味両立させたものは非常にちょっと興味があるんです。それであのミニッツレーサーもそうなんですけど、あのミトソボディっていうのが出ます。そうなんですね、はい、この辺のホワイトボディがそうなんです。これを使ってね、実はあのコンテストやろうじゃないですか。いいですね、こういう感じ、はい、で僕らなんかはやっぱり思い出のあるこう時代とかマシンとかライダーとかいますので、そういうのをこ うまくこうモトレーサーの中に再現できたら面白いじゃないですか。自分がこう好きだったライダーのマシンを自分が思うがままに走らせられたら楽しいなというのがあります、ね、まあ、思うがままに走らせられるかどうかは腕の部分がかかってきますけど、そういう新しい要素ってちょっとやっぱ挑戦してみたいところがあります、ね、そうですね。それで今回あの、はい、カラーリングのコンテストということ で、ね、はい、あの11月にホビーフォーラムっていうのを毎年行ってまして、はい、そこであの京商さんとコラボ で、ね、あの三つ元レーサーカラーリングコンテストということを開催したいなと、はいはい、皆さんにもこう今見ていただいてて興味のある方にはぜひ、ね、参加していただきたいと考えております、はい、私もねちょっと自分のオリジナルマシンなんかを教授さんのご協力をいただいてちょっと作りたいなと思っています。ちなみにその、はい、あの未塗装のボディっていうのをちょっと見せてもらっていいですか。そうですね、ちょっとよろしいですか、はい、じゃあ教授の矢島さんお願いします、はい、今日よろしくお願いします。お願いします。ご挨拶がとまりなあと、どうあと今日は開発のですね岩崎と一緒に、はいはい、モトレーサー担当しています岩崎です。よろしくお願いします。それでね、バイクやっぱ乗ってらっしゃる、はい、そうですね、このヘルメットがなんかすでに、はい、ちょっと雰囲気もので持ってきたので、ああ、はい、いいですね。それでも降りて20年ぐらいになるんですけど、はい、先日ですねクローゼットを片付けた当時の加圧台が出てきたんですねで、はいはいはい、まあ、レース用とツーリング用との2ピースと両方あったんですけど、髪の毛太ってから着れない、多分腰から入らないねとか笑いながら言ってたんで、はい、着てみたらさ、はい、ふくらはぎで入らないふくらはぎでここで止まりました。でもあのなかなかそれ捨てらんないですよね。捨てらんないんですよ、やっぱり、ね、そういう思い入れとかね、はい、ありますんでね、場合あります、はい、太ったなっていうのは実感してます。すいません、話を伺いましでちょっとホワイトボディーの方、ねはい、そうなんですよね、見せていただいて、ね、今回は本当モデルアース、ね、アースさんと瀬田さんに教授遊びしてもらって、はい、ぜひ見てほしいのがまあね、今日この辺にいろいろやったんですけれども、でこれはあれですね、はい、本当にあの成形もプラなんですよね。そうだから塗装に関してはプラモデル感覚で、前ごめんなさい、はい、あのプラモデル感覚でこう色を塗ることができちゃうんですよね。そうなんですよね、今までだとこれ